しよく。テイクミング。Thank you.
Yeah.
と思います。ルナちゃん、はい、太陽のように明るく月のように丸い顔、鈴鹿ルナ17歳です。よろしくお願いします。はい、今日は一幕でね、みきちゃんの生誕、あ、届けられてる生誕祭ということなんですけれども、どうですか皆さん、楽しかったですか？定期公演は続きますので、この後新曲もありますので、まだまだ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。はい、私の名前には歌という字が入っています。受賞この歌を守ります、長崎県出身19歳のシエリです。よろしくお願いします。はい、私も10代でいるのは残り少ないので、あと5日ぐらい、やばい、終了。私もちょっと頑張ろうと思います。はい、今日も最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、山口県出身、背は小さいけど夢は大きい、最年少の高校1年生16歳の山本愛理です。よろしくお願いします。はい、ということですね、私 の、 あのオリジナル曲愛理は天才、どうでしたか？見たやん、なんか自信満々で、そう
明日はフライングゲットということでね、もうぜひ、あ、やりたいんだこれ、ごめんごめんね、ということでね、もうぜひね、楽しみに心待ちにしてほしいアルバムとなっております。そしてリリース集が終了しても、私たち九州受賞区はまだまだもっともっと大きくなっていきます。2年目に突入していくということで、ここで新曲を披露したいと思います。皆さん心して聴いてください。それでは聴いてください、赤の流れ。
の流れはもっともっと加速していきます。ついてきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん残り2曲まだはい、そしてですね7曲目も、もうそろそろ披露できたらなって思っております。最後まで盛り上がっていきますか。それでは聞いてください。絶対レード
皆さん改めまして敵声に嵐の中台風の中お越しいただき本当にありがとうございます。私たち今日新曲を披露しまして、これからどん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 大きくなっていきますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、皆さん今日はお越しいただき本当にありがとうございました。2幕目のカバー曲では初の男の人というか、私は男の人になってルナちゃんとミクちゃんにチャラチャラしたんですけど、新しい私のね、こうかっこいい表情をちょっと意識して頑張ったので、そういう一面が見てもらえたらよかったなと思います。そして今日新曲ルナちゃんも言いましたけど披露しました。私この曲本当に好きなので、もっともっとねこう磨き上げて、もっとすごいパフォーマンスをお見せできるように頑張りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、今日は皆さんお越しいただき本当にありがとうございました。1幕目ではミクちゃんの生誕祭をしたということですね。ミクちゃんを私は17歳くらいかな、見てるんですけど、17歳初めて出会った時はなんか本当に髪が薄い子だったんですけど、今は本当に一番オーラがある女の子になって、本当に私はこれからミクちゃんについていこうと決心しました。ありがとうございました。はい、皆さん今日はお越しいただきありがとうございました。台風がねどうなるかわからなくて、本当に開催できるかなって不安だったんですけど、少しでも無理して会場に来られた方もいると思います。その大切な休日を使って、そして女子オークのこうライブをねこう一緒に楽しい空間を作り上げることができて本当に嬉しかったです。皆さん今日は本当にありがとうございました。はい、皆さん今日はお地元の悪い中、ここボンブラザホールさんへお越しいただき本当にありがとうございました。生誕祭がこうやって定期の一番目としてでもさせてもらえたことが本当に嬉しくて、ミクは生誕祭という空間が本当に大好きで、去年できなかった分今年はたくさんたくさん手の込んだこともさせてもらえましたし、私のわがままもたくさん聞いていただいた生誕祭にしていただき本当に本当に幸せでした。今日はここのポンプラザホールさんの空間が一番幸せだったと胸を張って言えることができます。それは皆さんのおかげです。今日は本当に電車とかって遅れたりとかしたと思うんですけど、それでもここに来てくれたことが本当に嬉しいです。この感謝の気持ちを忘れずに九州女子オークのミクとして返していきたいと思います。そしてついに明日は花組、そしてその次はリリースミとなります。九州女子オークグループとして大事な日が続いていきます。この大事な日をこの5人メンバーと一緒に過ごせること、ステージに立てることを本当に幸せに思います。その分皆さんともっともっと大きく、そして素敵な景色を皆さんと見たいと思っております。これからも九州女子オークの応援よろしくお願いします。以上、私たち九州ガールズウィーク九州女子オークでした。あるかもしれない。
聞いたらオレンジってそれは間違いダメよ、その占い師さん当てにしちゃダメ絶対ダメよ、ボッチボッチ、ピンクで行きましょう。アーリーちゃんアリスの前占い行って、占いって私天才言われたんですよ。あ、ピンクちゃんアンコールいただいたので、今日初披露した赤の流れをやりたいと思います。それでは聞いてください、赤の流れ。